腰を落として投げられまいとする相手を沈めて投げる立ち雲返し。この技の要となる自分の体を浮かす感覚を応用して、今回は椅子に座った人を抱え上げて移動する浮き取りを紹介します。抱えて移動するっていうのは、力のない女性には不安なことも多いんじゃないかと思うんですけれども。力に自信のない人は難しいと思うんですけれども、それだけにその技術をより磨いていただきたいと思うんですね。体にピタリと技が決まってくればくるほど楽に持ち上げることができます。母のこと何回もやったんですけど、ここ持つズボンのゴムが本当に伸びきるほど。ああ、そうですね。よく皆さんの状況に、はい、おっしゃる話ですけれどもね、ここをぐっと掴んでるんで、で私の場合はどこも掴みませんから。じゃあ早速ちょっとお願いします。はい、はい、掴まないんですね。掴まないんです。だから相手にも嫌な感じがしないんですね。はい、手の甲側を自分につくようにして、はい、で、このままではいきませんから、そうしてから返します。はい、でこの辺に添えます。はい、だからこれもこの手の甲側から入れて。はい、届けばこの両足とも持っている、それで返します。そうするとここから、はい。あら、なんか自分の体重がすごい軽い人みたいな気がする。すごい。ああ、ものすごく軽々上がりましたね、今の。要するに椅子に座った形のまんまこう上がってくる。はあ。相手の斜め前で両足を開き、踏ん張らずにふわりと立ちます。相手の太ももに左手を入れてから手の甲を返します。右手の甲も背中に当てるようにしてから返します。足裏全体を上に浮かすようにしながら、腰を落とすと同時に相手を抱え上げます。足を踏ん張り、腕の力で持ち上げようとすると腰が上がらず、太ももだけが上がってしまいます。今度は体重差のある人を抱え上げる場合です。向かい合った形から相手の両足の間に右足を入れます。続いて自分の太ももの上に相手の両足を乗せます。頭を脇の下から入れて、右手の甲を返しながら相手の背中に回します。足裏全体を浮かすようにしながら腰を落とすと同時に抱え上げます。相手の体重を持ち上げるのではなく、体重を切るような感覚をつかむことがポイントです。力ずくで抱え上げると腰や膝などを痛める危険性があります。少しでも無理を感じたらすぐにやめるようにしましょう。今回は車椅子やトイレなどで相手を座らせる方法を紹介します。このように座らせる場所が決まったら、両手の中指と薬指を折り、折れもみじの形にします。腰に回した左手をゆっくり外し、そのまま相手の下腹部に手の甲を当てます。そしてゆっくりしゃがんでいくと、腰に負担をかけず優しく座らせることができます。